チャンピオンベルトの返還を行います。今日2度目の王者からのチャンピオンベルト返還です。ゴールドの輝き、それを見据えてギラギラの視線は篠塚です。こうしてイメージカラーのブルーイエローに髪の毛を今回も染め上げてきたチャンピオン、ただいま本日のサブメインチャレンジャー第2試合、アスラー by 株式会社イートレコムプレゼンツ、クラッシュフェザー級タイトルマッチを行います。青コーナー挑戦者、175cm、57.5kg、マスターブリッジサウンド、篠塚立樹。当たれば倒れる、あの頃とは違うけれどと、チャレンジャー篠塚立樹、14戦目。赤コーナー166cm、57.4kg、 S ジム、クラッシュフェザー級王者、森坂リーク。求められるもの見えているんですよと、チャンピオンです、森坂陸。1998年生まれ同士、25歳同士の戦い。さあ中島健さん、友人である篠塚選手、表情どうでした？そうですね、今日最初に会った時と全く違いますね、人が、いい表情してましたよね。いい表情ですね。でも何か、あ、ヤーマン、ライズのヤーマン選手、そこは見れそうですけど、石川さん見てますね。見てますね、渋谷というところでつながりがあるんですかね。まあそうしたコネクションから、この水道橋後楽園ホールのリング、左リードジャブ、青いグローブです。ボクシングが土台にあります。予選最初右ストレート、これはダウンではありません。森坂すぐに立ち上がっています。とにかく高橋選手、はい、重要なのはお互いの戦法戦略であったり、距離、何を持ってくるかですね。そうですね、やっぱ篠塚選手は短期で仕留めたいと思うんですけど、はい、やっぱ長期になる流れの良さがあったので、タイミングつかんで、はい、かわしに行けるのかなっていう感じですかね。高橋選手はバックスピン、バックスピンキック、2019年森坂と対戦してますよね。そうですね、あの時はドローでした。はい、おお、ボディから、これ高橋選手、篠塚がこう必要最小限の動きで拳を当てているように見えるんですが、そうですね、めちゃくちゃパーフィック、すごい的確ですね、篠塚選手、変則的な蹴りからパンチで森坂、互いの攻撃の質が全く違うんで、はい、あの同期会空手も始めて、そこからいろいろ見えてきたものも石川さん、篠塚はあると答えていますよね。そうですね、まあ、一発一発の的確さ、的確さはい、ちょっと、今のところ篠塚選手、大有利に見えますね。チャンピオンの拳が空を切る、変則的な動きを、重いですね、ガードの上からでも、引かせられるぐらいの威力があるように拳が肩に見えますね。だいぶパワーアップしている印象あります、篠塚。そこどういうふうにね、森坂選手が崩していくか、はい、自分の世界を作っていくかですね。その自分の世界っていう点でここまで成り上がってきた男でもありますからね。はい、まあ、そしてパンチのトレーニングにも余念がない、そこは森坂も自らの進歩、常に口にしています。ラリー当てた、後ろ回転からの攻撃です。また回る、しかしそれをよく見ている、パーンと左返した篠塚、スッと伸びてくるパンチが速くて鋭いですよね、篠塚選手。さらにその後、笑ってます篠塚。これはバッティングとなったか、ライブストップです。いや、高橋直樹選手からこの試合もウォーという声何度も聞こえてます。どうですかここまで。いや、一番やっぱ次の手が読みにくい試合ですよね。はい、森坂君はやっぱ変則ですし、篠塚選手は野性味っていうんですかね、はい、もうなんか歩いてきたら殴ってきそうな、まあそんな感覚がしますね。怖さ持っているファイターですよね。そうですね、本当怖い一撃を一個一個持ってますね。まあ、それから経験という点でも石川さん、クラッシュでは一度新見貴彦選手に2021年12月挑んでますもんね、篠塚。そうですね、
まあ、その敗戦がとっても悔しかったと、うん、その時のね自分とは全く違うんだっていうふうに言ってますからね、はい、まあ、それもあって蹴りをブロックしてそれ以降2連続 KO 勝利中。ここもプレッシャーをかけてくる。左はアッパー、ちょっと体勢が崩れながらの森坂です。森坂の肩に乗るようにもなってしまいました。まだまだ荒れそうな試合ですねこの試合。そんな気がしますね、はい、とにかくジャブがいい篠塚、左フック引っ掛けるようにもします。ミドルキックから基本は忘れたくないチャンピオン森坂、前に出てくる置き足へのローキック、残り10秒を切っています。右ストレート、うん、打って左インロー、うん、ダーリーハイブロックしている。バックスピンキック打たせたか篠塚なんとやつ第1ラウンド終了。いや面白い、篠塚選手の体幹もだいぶ強くなってますね。もう様変わりしてますね、はい、ここまでも進歩は大きく見せていたんですが、そして気になるのはチャンピオンサイドでもあります。高橋選手、はい、伺いましょう。どうですか、もう率直に伺いましょう。今はそうですね、篠塚選手もリズムを刻んできて体が強くなっているのか、目がいいのか、もう勘もすごいですし、しっかり見えて今も流しましたね。2発食らわせましたよね、はい、もうだいぶ読んでますね。ただでも読んだと思った時に回ってくるのが森坂君の攻撃もあるんで、はいはい、バックスピンはキックはあってもバックブローはまだそうですね、布石ですね、これもまだそうですね、篠塚選手が入ってくるところに合わせるっていうねパターンもいくつも持ってるでしょうし、ただその、森坂選手打たれ強さは自慢ではあるんだけど、はい、それを打ち破るぐらいの威力があるんじゃないかなと思うのが今の篠塚選手の打撃ですよ。立ちはだかっています黒いトランクス、左ボディから左テンプル、右のストレート、さらに左側のアッパー、アッパー今来ましたね、今一気に来た、足元おぼつかなくなってきた。コーナーには詰められません森坂、でも前蹴りも忘れない。これ後ろ重心の石川さん、篠塚の構えですよね。そうですね、独特な世界観がありフェイントなのか、ここも打ってくれた中島さん、はい、勢い増してますね、チャレンジが増してますね。森崎選手流血してますよね、鼻血かな、鼻血かカットありますね。おすごい戦いだ、拳が硬いね。そうですね、前の拳に変えてやると篠塚が重いですね。まぶたもだいぶ腫れてますね森坂、蹴り足を捉えてはいけません篠塚。バックキック、ダーリーハイバックスピンキック、でもボディはしっかりと守られています。篠塚のガードによって首がすごい柔らかいですね。あ、そうですか、はい、あ、その効果十分。バックブローバックハンドブローには、え、どこに打っているんだとばかりに篠塚、もう一度回る。まあ石川さん、これだけ序盤から回転してくる森坂っていうのもまた珍しくもありますよね。そうですね、はい、この回転がバックハンドブロー、右ストレート、ローが効いてきたような気がしますね。でも篠塚選手はロキック蓄積ありますかね、ちょっとちょっと、はい、はい、まあそこが森坂の高橋選手、うん、凄みでもありますもんね。そうですね、打たれてもやっぱ気持ちがすごい強いんでね、はいはい、そしてバックハンドブロー、ひときわ力取れる右ストレート、左横打ち抜きが強い、うん、いつも以上の運動量になってますね、はい、森坂選手は確かに、はい、これ何発それを石川さん放てるかですが、左アッパーもある、バックハンドブロ ー、 止めた。おー、高橋選手今食らって止めましたね。うわこれもそうだ、打ってこいよ、このガードで左、笑ってます森坂チャンピオン。これジャッジに、ね、どういう風に打ってるのか、非常に気になりますよね。さらにアッパーから倒れない森坂、キックもバックハンドブローも当てさせない篠塚、ダメージがあるのは森坂選手ですね、はい、はい、まあ、その傷の具合そのままっていうことになりますかね、はい、そうですね、はい、中島さん、はい、壮絶、そうですね、これ勝つ気もちょっと早く決めたいんじゃないでしょうかね。スタミナ面もあると思うのででしょうね、はい、そこにかけてはたくさんとともに森坂は定評あります。そうですね、ほんで気づいてきましたね、ローキックついてるって、森坂は分かりましたか、はい、確かめてましたね。そうですね、まあ、歩くようにする、ちょっとこうダンスのようにも見えてきます。リング上をフラッシュをダンスホールにと篠塚ですが、気になります
いやー強したたらせながらチャンピオン。いやこんな森坂選手初めて見ましたね、いつもこういう森坂選手がこういう風にやりにくい相手にとってなのに、はい、逆にいやこうそういう中でも集中力切れない、はい、王者としての森坂選手の姿かっこいいですね。あの久村修平戦でそこに気づいたと言いますねやっぱり、はい、高橋尚樹選手、はい、どう睨みますか。そうですね、ここ3ラウンド結構、ね、森坂君も見ていかなあかんのかなと思います。しっかりやらんと、はい、篠塚選手ね、今やっぱり自分が優勢っていうのも分かってるんで、はい、でも逃げる人間じゃないと思うんで ね、 ですね。でこの腹は座っています。王者も私かり中島健さん、はい、篠塚選手の友人でもありますけれども、ね、改めてどんな風に第3ラウンドを迎えますか。いやもうここはもう引かず行ってほしいですね、はい、さあダブルメインイベント第2試合フェザー級タイトルマッチ、チャンピオンは赤いグローブ、ここまで苦しい森坂陸、篠塚はニュースタイルまた磨きをかけてきたボディフック、バックアンドブロー、いやそれでも食らっても前に出て左に速い、完全に高橋選手、これ空手の下からの突きですよね。ですね、あの豪気界の岩崎代表のスタイル結実したか。トリッキースタイルは森坂陸、光が見えているのかどうか。石川さん、そこは本当にこのラウンド気になります、はい、そうですね、パンツに関しては篠塚選手見えてるんですよね、はい、森坂選手のパンツだから効かないんですよね、はい、バックアウトブロー、やらった篠塚、と脳がしっかり反応できているからパンチだ、今のハイキックも普通だったら倒れるんだけどね、見えてるんですね、逆に、はい、右ストレート振り下ろし、いやちょっと変則的なサンドバッグ状態になっても、その後拳を何もなかったかのように篠塚、開始から1分が経過しています。最終ラウンド左ハイキック、でも蹴り足は捉えてはいけません、すまなかったの篠塚です。ゴールディング高等注意1、高橋選手、はい、何が見えてきますかね、ここから先。そうですね、ここから何が見えるか、何を見せてくれるか、パンチで篠塚、ああいうねビッグヒットがね、やっぱり印象的ですよね、篠塚選手の右アッパー、右ストレート、左も絶対に忘れません。でも森坂も距離を譲ることはありません、気持ちの面でも高さでも自分が上と森坂、篠塚選手、全然体力が消えてないですね、逆に左バッターから右のストレート、こんなにすごい練習したんやなと思います。本当に今まではもう遊びと練習の比率なんていう言葉もありましたがね、以前とは真逆になったそうです。全く練習せずにボクサーとして臨んでいた K-1 グループ初戦から敗戦があって、石川さん、はい、いやこの強さ手に入れたっていうのは驚きですね。そうですね、今ちょっとこの流れ、森坂にしても苦しい時がありました。ママワイトブと左の森内、篠塚の拳、お互い相手の足を止める、ママが悪い、無直なマドにチャンピオン、やっぱりボディちょっと嫌がってますね。いや右ハイキック、いやそれでも止まらないこの篠塚選手の強さ、お互いここもそうだ、カーフキックだ、カーフキック、ワンツーのパンチには焦点、さらに突き上げる、ハーフキックバックリングストレート、左フック、左フックで戦いは終わりました。あったか、いやこのクラッシュは面白い、いやこれはちょっとわからないですね、どういう風に割れるのか取るのか、はい、まあ強い目線を保ち続けているのはチャレンジャー青コーナーです。3ラウンド中盤から後半、森坂選手の王者としての意地を巻き返しを見ましたね、はい、さあジャッジがこれをどう判断するのか、どう判断するかですね、はい、発表です。30対29、おー、篠塚チャレンジャー、まず30対29、ジャッジ西村29対29ドロー、2人目ドロー、運命のジャッジ梅木
30対29。大篠塚篠塚たつきにチャンピオン、判定2回戦を持ちまして勝者アコーナー。こんなにも嬉しそうな篠塚たつきの表情、初めてでしょう。クラッシュのリング、新たなチャンピオン誕生です。森坂前王者となりました。その戦法戦略完成に一歩近づいて篠塚たつき、クラッシュ第8代フェザー級チャンピオンに輝いています。いや、いい試合だった石川さん、はい、今までに見たことのないような、はい、2人ともね、通常のノーマルなファイターじゃないだけにね、この2人が、はい、もう本当にね、お互い譲らず、ジャッジがどうあるか本当に分からないような試合でしたからね。だけど篠塚選手の攻撃力をジャッジが支持したんだなっていう風に見えますね。2ラウンド目かな、はいはい、まあ、それは結果なパンチ、そうですね、はい、チリカその拳、顔面、ボディ届けていたなと捉えましたからね。高橋直樹選手、はい、本当に気づきもたくさんある戦いでしたね。そうですね、森坂神戸を食べる。改めて高橋チャンピオンの目にどう映ったかぜひ教えてください。そうですね、ちょっと今胸がいっぱいっていうふうに、森坂の表情が、高橋選手対戦してますもんね、森坂と。そうですね、2019年でした、はい、まあ、まず森坂選手、ね、この試合負けた引退だったけど、はい、しないでほしいですね、しないでほしい、はい、まだまだ強くなるし、はい、この唯一無二のスタイルをもっともっと極めて、はい、やり返すというかね、はい、もうこのフェザー級もっと盛り上げてほしいです、はい、中島健さん、はい、中島さんも何とも言えない表情。いや、そうですね、もちろん、友人のたつきが勝ってくれたことも嬉しいんですけど、やっぱ森坂選手も、いや、すごかったです。本当に感動しましたね。やっぱチャンピオンの意地が見えて、はい、本当にいい試合だったし、すごかったですね、感動しました、はい、全く違った武器、構えからして全然違う2人の戦いで、はい、噛み合うってこうもなるんですね。面白い試合でした、本当に。そして名刺を出しています。篠塚選手のたたたたが強かったですね。強いですね、強かったです。途中何発も、また狙いは定めるぜすぐにというメッセージでしょうか。お互い打たせたりと石川さん、はい、そんな動きもあった一戦ありましたね、はい、それもどうお互いがどう捉えるかだったんですよね、うん、そうですね。でも本当に被弾する場面お互いあったんですけど、はい、篠塚選手が、見えてるとはいえそれでも、ね、的確なボディもカーフも画面も効いてたと思うんですけど、はい、それをしのぎ切ったこの篠塚選手、これから怖いですね。そうですね、はい、まだまだやるでしょうね。さあマイクです。フェザー級王者となりましたチャンピオン篠塚とあつき選手より一言いただきます。最高、やっと1本目のベルト取れました。本当はクラッシュのベルトなんで取ったらリングからぶん投げてやろうかなとか思ったんですけど、やっぱ嬉しいんで投げるのやめます。とりあえず1本目のベルトなんでまだまだ取るんで応援よろしくお願いします。ボン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 、チャップチャップ、ジャパニーズバンバン、ジャケンさんありがとうございました。 J2J もありがとうございました。それではフォトセッションに移ります。さあ今の言葉もありましたが、ね、お、まだ一言忘れました。今日の夜 R ラウンジでプレイヤーズパラダイス俺らのパーティーやるんでみんな遊びに来てください、お願いします。ロンボ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 ン、ありがとうございます。皆様、やっぱりこの後中島さん、たつき新チャンピオンに大きな拍手をお送りください。中島さん、すいません、今聞き入ってましたね。パーティーあるそうです。僕は参加したことないので、はい、ちょっと怖いので行かないんですけど。いやそうですか、はい。会場はおそらく渋谷なんじゃないでしょうか。そうですね。
でも本当に石川さん、やはり言葉もいろいろ挑発的ではありますけれども、あの1年10ヶ月前の初めてタイトルに挑戦した一戦、リン・タカヒロ戦があってこそなんですなんていうふうに本人も語ったんですよね。はい、もうね、ちゃんとパフォーマンス、結果が全てですかね、プロの世界ですからね。はいはい、でもそれが、ね、本当に嘘じゃない、本当だったことを証明してくれましたし、今本当に遊びよりももう練習、まあ、プロとして当たり前なんですけどね、はい、そっちを重心、視点に置いてるっていうのが今日の篠塚選手の、はい、試合でそれを証明してもらいましたね。中島さん、どんな言葉かけたいですか今。そうですね、もう単純におめでとうっていう言葉はかけたいですけども、はい、なんかこの立ち振る舞い見てると何とも言えない気持ちになりますけど、そうです、まあ、それは素直におめでたいと伝えますね。高橋直樹選手、チャンピオンとしてどうでしたか、はい、今大会全体でも構いません。いや、全体的にはまず面白かったのと、やっぱメインはね、はい、最高に面白かったんじゃないですか。だんだんに解説の声大きくなってきましたね。あ、本当ですか。腹筋にちょっと力入ってきたんかな。素晴らしい。さあ、そして石川さん、次回大会ですが、はい、ナンバーシリーズ155、11月25日土曜日後楽園ホール大会、はい、これもまた大注目、2つのタイトルマッチですね。そうですね、王座決定戦とタイトルマッチですね。今日はね、はい、2つベルトが、移動しましたけど ね、今度王座決定戦、そしてタイトルマッチ、幻の決勝戦になりますね、スーパーライト級タイトルマッチね。はい、はい、さあ、後楽園ホールからお別れの時間です。ゲスト解説は高橋直樹選手、ゲストは中島健さん、そして石川直樹さん、皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。クラッシュでまた会いましょう。さようなら。さようなら。